Bye. いたしました。では、プログラムを進めてまいりたいと思います。なお、こちらのセッションは公開収録となります。あらかじめご了承ください。では参、ま、ります。セッション8。エンタメがつなぐ都市と人々の新しい絆 by 日テレセンサーズです。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。お願いします 助けてお上がりくださいよろしくお願いいたしますではご挨拶してからしましょう皆さんどうぞよろしくお願いいたしますじゃ皆さんおかけくださいませ さてさて、えー、公開収録でですねここから参りたいと思いますが、えー、多分このセッションが一番登壇者多いですかね一番多いですね、はい、しかもちゃんと1時間で収めなければいけないのでしっかりですねタイムキープもしながら進めていこうかなと思うんですけれども、えー、ここからはですねエンタメがつなぐ都市と人々の新しい絆ということでセンサーズのですね、えー、公開収録として進めさせていただきたいと思いますで早速ですが、えー、今回のですねモデレーションをさせていただきますハートキャッチの西村と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして えー、ゲストスピーカーといたしましては木田沙織さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして遊びシステムの中川さんよろしくお願いします。でえー、っとですね、えー、ノーミーツの広屋さんお願いいたします。よろしくお願いします。でこのゲスト3方はですねまあ実際に街を舞台にさまざまなですねまあ演劇とかあとはですねライブをやって巻き込んでいらっしゃる方々。 その方々の力を使ってですねどのような形でトラノ門そして東京ノードがですね情報発信基地になっていけるのかという話を伺っていきたいと思いますそしてまあ東京ノード側としては東京ノードので,ですねエグゼクティブディレクターのボクさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてこの方大さん今回何回目でございましょうか登壇はもう今日だけで5回ぐらいありますはい <laughs> はいなのでも皆さんお馴染みのかもしれませんが、はい、杉山大さんどうぞよろしくお願いいたしますお願、はいいたします この公開収録はですね、まあ、ある意味公開ブレストみたいな形でどうしたら「虎ノ門東京ノード」でこのお三方のですね、えー、巻き込みながら面白いことができるのかというところを考えていきたいと思っているんですけどもそれではの東京ノードというところがどういう場としてですね、このクリエイターの皆さんに作っていただきたいのかまず王さんからお話を聞いてその後僕ボクさんのプレゼンでいいでしょうか。はい、わかりました。あの ちょっとま今のプレゼン聞いて本当にすごいなと思ったんですけどもともと3人いたらよく昔から知ってるんですけど改めてこのまとまったものを見ると本当まあコンテンツが街をなんかハックしているようなそんな感じでしたあの、まあ、東京ノートはです、ね、10月の6日にオープンをして、まあ、このたらものヒルズ全体をです、ね、新,新たなコンテンツが生まれたりですとかエンターテインメントがあの街に広がっていくようなそんなあの施設街を目指していますでその中で やっぱりその、まあ、これはデベロッパーのちょっと悪いところなのかもしれませんけど施設の中に閉じこもっていたりですとか例えば、街を作るときにこっからここまでが美術館ここからここまではレストランという形で区画を作るんですね。うん、で、まあ、そうやって街を作っていくというやり方なんですけども皆さんのやられていることを拝見するともうその垣根を壊しちゃって街、ねうんうん、全体をもう舞台にしているようなところがあったのでもうすごく刺激を受けましたし、うん、そういうものこそが。 やはりなんか選ばれる都市とか選ばれる街になるためには必要な要素なんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。どうやって越境していくのかところがですねキーワードかもしれませんけども、ではボクさんの方からいくつかですね東京ノードとしても面白い仕掛けがあるのでそちらのご紹介いただけますでしょうか。はい、そうですねあの東京ノードから新しいエンターテイメントをこう生み出したいなんか新しいフォーマットみたいなを作りたいみたいなことをこう考えて、であのまあまさにこの今日もこれこれあの日テレさんのセンサーズの セッションみたいな感じなんですけれども、はい、あのやっぱり新しい街のエンターテイメントを作っていきたいなっていう時に、まあ、実はさ一番最初に日テレさんに声かけたんですけどあのもう虎ノ門と汐留めつないだ新虎通りをすごいそこでもう街歩いただけですごいエンターテイメントにするぞい素晴らしい <laughs> でそなんで虎ノ門から汐留めまでを全部デジタルツインで、まあ、リアルで歩いてるだけなんだけどただなんかそこにデジタルなレイヤーで新しいこう情報も降ってること。 来ることによってただ歩いてるなんか15分ぐらいの歩きがとんでもないなんかこう物語の主人公に自分がなってしまったようになるみたいなことをつけたら嬉しいなみたいにでそのための,あのフォーマットというかあのそこで何ができるかなみたいなところのデジタルツインをまず今年はあのその環境を整えようでちょっと映像で,で今ちょっとあの先行してプロトタイピング的にアプリを作ってるんですけどもまずは虎ノ門ヒルズエリアだけ完全にその。 えっと、デジタルツインを全部あのスキャンして今作ってるんですね。なんでこのアプリつく使ってもらうとあ,のあそこのビルの中にすごいこう巨大なあのまさに今公演中の,あのライゾマさんとイレブンプレイのダンサーさんが出てきてあのプレゼンテーションするみたいなことができたりするんですけどなんかこれも本当に例えば中川さんと組んで中川さんが46階でここで。 ライブをやるぞっていう時に一緒にブルメトリックビデオで撮れば本当に街のストリートライブもできるみたいなあの杉山さんと一緒に最初なんか XR その街で何ができたいかって,言って本っにもうそこら中でストリートライブができるようにしたいっていうのはまず一つ思ったでそれが虎ノ門からもちろん虎ノ門の街でどこでもっていうのもあるんですけど本当にこういうこう。 あのビルののてっぺんとか地球の上でのあのこれもすみませんセンサーズなんで勝手に詩羽さんを勝手にじゃないです一応あの <laughs> 確認を取ってやってるんですけどこういうこともできるなみたいなことを考えると本当に新しい学校のリーダーズが地球の上に出ちゃったみたいなこととかできるかなとか。 まあ,あとはあのさっきあの本当に音楽だけではなくてさっき街,ある街が歩くだけでストーリーの中に入っちゃうみたいなこともま,あまさにあのスクラップさんや能ーーツさんと組めばそこを組んで本当信号待ちしてるだけなのに最高の一分になってしまうと,とかそういうこともできる環境を今作ろうとしてるっていうか形だったりしていてぜひ新しいクリエーターさんとなんかあの新しいものを作りたいなと思うしあのさっき言った企業さん16社の メディアとか、はい、あのなかなかちづくりに関わらないようなテクノロジーの企業さんとかにぜひ。 ちょっと出してもらいたいなとか、うん、あの思ったりしながら、はい、あの考えているところです。はい。ありがとうございます。それではですね、まあ、東京ノードとしても実際にこういう場所もあったりとか、今僕さんがご紹介くださった形で、まあ、あのデジタルツインを活用したりとか、まあすでにアプリもあったりとかしている中でいくつか新しいステージというところもあるんですけれども、さてここからですねトークセッションに入っていきたいと思っております。 このようなです、ねまあ、東京濃度そしてこうステーションタワーというものが新しくできましたで、新しく虎ノ門というところが情報発信基地として、まあ、東京濃度がです、ねえー、中心になってくるんですけども。 そのためにですね、まあ、都市がメディアになるためって書いてありますけれどもさらにやっぱりいろんなことが起きているとかみんなが来たくなるで情報発信だけじゃなくてカルチャーというところもですねここから発信していくような場所になるためにはまずゲストのお三方に聞きたいと思うんですけどもどういうことをしていけばいいのかもしくは、えー、どういうこともやりたいと思っているのかみたいなところもですねもしもアイディアがあったら教えていただけないでしょうかか木木田田ささんん目が合ったので木田さんからお願いできますか。 はいでもあの本当に都市をもうメディアにしてしまうのが一番面白いかなと思っておりまして、うん、あのやっぱり私もずっとリアルエンタメ作ってたんですけれどもそのコロナ禍を経てオンラインゲームとかオンラインエンタメ作るようになっていった時にあの世界にこう発信するっていう力がばーっと広がった。 感じがして、はい、でこの虎ノ門っていう土地ってすごい面白い舞台だなと思っていて、うん、例えば「虎ノ門ラブストーリー」みたいなラブストーリーのゲームを作った時に<っ>あのバリッバリ働くこう人とかも。 あの例えば杉山さんとかみたいにこうバッとアートとビジネスの股にかけて働く方とかあの女性とかもめっちゃ働く方もいればいわゆる港区女子みたいな方とかを出せたりとかこういろんなキャラクターを作った例えばゲームを作ってそれを発売して<ー>、まあ、で竜が五徳をやった人が歌舞伎町に行きたいと思うように<ー>いろんな国の人たちが虎の門に来たいってなった時に。 ちゃんとリアルでその体験を作っておくここでなるほどっていうふうにすればもうそれがメディアとなってこう人々をここに集めることができるんじゃないかなと思ったしちょっと虎ノ門ラブストーリー作ってみたいなって自分が好きなキャラクターになりきって歩いてるとバンといきなりトラブルが起こってそこからラブが発展していく同じもの拾っちゃったあたいうでよねやばいですね。 思いましたちなみにやるとしたらどの場所を使っていくと面白いとでもまあここもちろん建物もそうですし、うん、街全体を使って、はい、それこそさっきおっしゃってたもう信号待ちしてたらちょんちょんって話しかけられて <laughs> みたいな、はい、であの名刺交換したらその名刺の電話番号からこう物語が始まっていくとかうん、うん、っていうのも一回例えばオンラインで体験しておいて、はい、で本当に同じ体験できたとかバーとかでこう秘密のメニューを頼んだら、はい、あの。 ゲームでやってたことが実際にあここでも頼めるんだ出てくるんだみたいなこととかなので、まあ、ホテルとかもぜひ使ってみたいですし全部ですね。<laughs> ででも楽しいですよね <laughs> そしたら店舗、うん、どの店舗行ったら新しいヒントもらえるんだろうとか,なんか出会えるんだろうみたいな形でいろいろと街探索も楽しくなりますよねそうですねでそれを実際1回ゲームでオンラインゲームで体験してるってことが作れるとなおあの見ていた世界例えば「千と千尋の世界」に自分がダイブする,る,るみたいなことがこの虎ノ門を舞台に作れるんじゃないかなって思いいまましたね、うんうん、ありがとうございます、はい、1>, 1回オンラインとか、まあ、ゲームで体験させておいてから街に来るってところの手法を使いたいみたいな形、はい でありがとうううございまますす中川さんどのように思われましたそうですね、まあ、普通にここでライブしてみ,アしてみたいなっていうのは<っ>もちろん財前であるんですけどなんかそのやっぱこうビルが立ったりその人が歩いてたりっていうストリ,ストリートがあってそこから生まれてくる物事ってすごくたくさんあるなと思っていてうん、うん、なんかその昔だったら雑誌を見てそこに行ってみたいって気持ちがあったりとかうん、うん、とどんどん時代が変わってきてて。 僕らの時代はキャリー売れた時は YouTube で知ってもらって世界中の人は YouTube 見てライブに来てもらったんですよね。で、はい、新しい学校は TikTok なんです。TikTok みたいな世界中の人たちょっと反応していてうん、うん、実際に会いに来たいライブに来てもらったみたいな時代な中でやっぱりこれからさっきのデジタルツインじゃないですけどメタバースだったりそのウェブの世界あのバーチャルの世界とリアルな世界を生きすることはすごく新しい当たり前になってくるんじゃないかなと思っていて別なことで考えてない。 同じだと思うんですよね、バーチャルルトリアルが、うん、そこをなんかつなげることによってこの街に来る理由ができてきてこのス,、うん、ストリートが盛り上がってきて、はい、そこから新しいカルチャーで生まれてくるのかなと思ってますなんでうん,、うん、なんかここから新しいことを作り出していくことが一番大切なんじゃないかなと、うん、な作り出した結果それだけの依になっていくっていうのが僕たちも実体験でやっぱり当時原宿でキャリーを売り出した時って原宿にアイコンいないよねって思ってて。 やっぱ街のパワーをつけてアイトンを作れば街が強くなってその後それるよねみたいな発想だったんですごくその時に感じた実体験っていうのはやっぱそれが街に来る理由になったりとかそれが YouTube だったら世界中から来るみたいなきっかけになってたんですごいそういうところがメディアを作っている面白さだなと思って街が都市なメディアになるってすごくわくわくすることなんでやっぱゼロから一応作っていかないといけないのかなとは思いました。といなと思うののがやはりその あの中川さん、原宿というところからまあアイコンとしてのキャリーが必要という形で進められたと思うんですけどもまず原宿に感じてた魅力というところとまあまあ年代を経て今、虎の門でこういうものがあれば今、ゼロから作っていった方がいいというお話を聞きながらなんですけどもその経験を踏まえてこういうものがあった方がより文化的にもとかまあそのアイコンとかねデジタルツインで何かやったときにはねるんじゃないかみたいなところを過去の経験も含めて教えてもらえますか だから先ほどあったストリートライブをあのデジタル上できるとかあ,、うん、ああいう言葉ってすごくキーワードだなと感じてますねやっぱり何かをこう伝えるところの接点っていうのがいろいろ必要になってきて、はい、その接点が多ければ多いほど街、うん、って盛り上がってくるんじゃないかなと思うんで虎ノ門だから虎ノ門で働く人はターゲットではなくてそこい来る理由を作ればどんな人もターゲットになると思うんですよね、世界中の。おおなるほど,るほど,るほどだからターゲット 決めずにその何かを作り出したことによって新しいターゲットを捕まえに行くっていうのがなんか立つそうだなと思いました、ねうんうん。おおちょっと大さん入れちゃいます、うん、ここで。はいあのやっぱり今お二人のお話聞いてるとなんか都市の中でコンテンツを入れていくのってあの日常の中にある日常え延長になんかファンタジーを作ることそれがなんか楽しいんじゃないかなと思いました。うんうんうん、うん、なんかその接点として都市がプラットフォーム化すれば まあ、メディア化すればさまざまなその物語が生まれ自分が主人公になっていくでそれが何か閉じこもっているあのコンピューターの中だけだったりとか、はい、スマートフォンの中だけだったりするとやっぱりそれはあの完全なるフィクションだけに終わっちゃうんですけどうん、うん、現実世界の都市というレイヤーの中で起こる、はい、日常の延長の中にあるファンタジーだから面白いんじゃないかって、うん、い,いうことで、うん、あのますますそれを感じましたね。 なんか先ほど中川さんがやっぱそのまあ接点を作るというところでまあストリートライブみたいな話があった時に。 ちょっとだけまたこれ王さんにちょっと意地悪な質問かもしれないですけどやっぱり原宿ってある意味余白があったりとかなんかそのこうちょっとやっていいかなでてストリートライブやったりとかちょっとなんか踊ってみたりとかなんかちょっとここでいいかわかんないけどちょっと売ってみようかなみたいななんかそういうことをやってもなんかちょっと許されるのかなっていうような場の余白があるじゃないですかでちょっとだけ今の虎ノもんってやっぱりビジネスパーソン向けっていうところのイメージが今まで強かったというところに対してそこをどういう形であのまあ 余白を作っていくような形で,できるのかってところはちょっと謎なんですけど、うね、どうでしょうか。あのおっしゃる通りですね。あの都市の面白さっていうのは。あまり整備されてしまうと、うんうん、余白がなくなってしまうので、うん、ある程度乱雑さだったりとか。うんはい、勢いとか、多様性が必要だと思ってます。うん、で、それを。まあ、ハードだけで解決するのではなくて。なるほど。はい。それこそ、まあ、今日のテーマの一個かもしれませんけど、デジタルを使うことによって。 あのハード的には工夫ができないかったりとかうん、うん、イベントは難しかったりするけれども、はい、デジタルの世界でレイヤーを重ねることによってクリエイターに街を開放して表現するみたいなことは可能性があるんじゃないかなというふうに思ってます。それはひ<す>普段、そうですね。僕さんとま,、まあ、まさに東京のドラボは本当にこう町をプロトタイピングできるっていうのが一番のこう特徴というか、はい、やっぱりこのじゃあ例えば今の本当にまさにライゾマ店とか、あれを一か月やる。 って言ったらあの気軽にはでできないので、はい、どんだけの覚悟を決めてやるみたいな感じでそれを、うん、そこまで行くかわからないけれどもじゃあ例えばバーチャルのストリートライブをやろうっていう時はうん、うん、やっぱりできるかなと、うん、ただそれも気軽にいつ行っても見れるではなくて、うん、なんか最初やろうとしたら、はい、本当に今ドラモンヒルズの森,あの森タワーとかそのステーションタワーとかでもうん、うん、ライブが始まるんだけど必ずカウントダウンして。 はい、好きな時に見れなくてこれやるのはあと15時間後ですみたいな感じででも本当にカウントダウンをしてその時に始まりますでもそれは何時何分でひょっとしたら天気によって今日どんなライブになるか分かんないけどこの時間まで来れば見れるよみたいな、うん、ちょっとこうトライできるなんだろう。うんうんうん 全部が用意されてるわけではなく、はい、何が起こるか分かんない面白さと、うん、あのなんか新しいクリエーターならではのトラ,イトライとかみたいなことがなんか面白くできるとうん、うん、ただのストリートライブ1曲見ようじゃなくてなんかそこに意味が入っていくみたいな感じとか。うんうん ちょっと俺には手振ってくれたぞみたいなのが出てくるかもしれないですけどあのなぜなら3回目だからみたいなことがあるかもしれないとかリピーター、お疲れ様までした。となちょっとそんなことなんかそれだけでも何ができるかなみたいなことを繰り返してやってくれる人とかもやっぱり探したいなと思っていてやっぱなんかそういうプロトタイピングをできるっていうのがやっぱり全部成功が最初から分かってるものなんて多分ま,まさにこのお三方とも。はい、はいはい すごいすごいけど、でも最初から約束されたことを誰もやってないっていうのは確かにかな確かに開拓者ですよね。そうなんですよね。うんうん、なんかそういう街になりたいですよね。な,な,なんほど ありがとうございます確かにそうですね先ほど私はこう既存の,、まあ、あのいわゆる場での余白って言いましたけどもデジタル上ではいろんな余白があってそこも使っていけるってところ面白いなという,ふうに思いましたでは、ひろやさんちょっとそういうところの視点も含めてですね、まあ、虎ノ門この東京濃度というところでひるやさんだったらどのような形の取り組みがですねできたら面白いという,ふうに思うか教えていただけますか。 でも本当に皆さん話した通りなんですけどやっぱりその僕たちもじゃあその街を舞台にして作品作ろうと思うとその街の,その特性は何かっていうのからやっぱり考えていくんですよね。れは浅草だだったらい古風な街並みだしとか横浜だだったら素敵だよねとかある時に、はい、あのこの虎ノ門という街がどういう色をつけていけるとあのいいのかっていうのがすごく大事だよなって思う時にうん、うん、結構僕たちもで街中のエンタメいろいろ作ろうって考えるんですよ。その時にじゃあ AR を使って、まあ背中でしましょうみたいな話ってあるんですけど、うん、でもなんかなんだろうなこう AR みたいな技術がなんかに似合う街似合わない街ってあるよなとか思った時に、はい、それこそさっきのあの新さんの,あれあの AR のやつ見てうん、うん、あれをこのタイミングでこれだけ大きく出せるってことはすごくそれって、うん、あ,のあるすごくこう特徴的な一つのポイントに、うん、な なるだろうししたいというふうに思われてるんだろうなって思うと、はい、本当にこのトラウンプのここマ全体が、うんもう一番最もう AR 企画最大のマみたいなふうになってくれた方が、うん、こっちもそれを面白く考えて、うん、だったらこうしましょうとか、面白い、もう本当に AR でしか、うん、AR のみでなんか街中周遊企画ってもちろんいくつかあるんですけど、うん,うん、うん、そこで本当に人が泣いてしまうようなこれ感動できるようなものってまだ あんまりないんじゃないかなと思うと、そういうのとかをやっぱり物語の作り手としても。 作ってみたいなと思いますね。うわー、めっちゃ面白いですね。はい、確かに今あるアセットをうまく活かしながら、それをテーマにどん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 ト,トラの門の魅力を出していくみたいなアプローチですね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。ちょっとではですね、このテーマに非常に近しいものでちょっと次のセッションのネタに行きたいなと思うんですけれども、あのー、まあ今ヒルワさんからもですね、まあ AR せっかくもうあるんであればその AR を活用した形でやればいいんではないかという形の投げかけがありました。でもうあの先ほどからですね、まあボクさんとまあ杉山王さんからもです、ね。 まあ本当にもうデジタルツインというところも使ったりとか、まあ、デジタルの中での虎ノ門ってところもプレイグラウンド遊び場として使えるよみたいな話もあったんですけども、えー、ここからはですね、まあ、そのリアルとバーチャルの可能性というところのセッションのテーマに行きたいと思います。 で今回のゲストスピーカーはどちらかというと、まあ、リアルというところをメインにしていらっしゃったと思うんですけどもちょっとこのテーマで中川さんどうでしょうかリアルとバーチャルの可能性どのように感じてらっしゃるかどのような変化があるか教えてもらえますか、はい、僕らのエンタメの領域でいうとやっぱりどっかでリアルを邪魔するものがバーチャルでバーチャルを邪魔するものがリアルだってこの名前思ってたんですよ結構なんですけどやっぱ実際実は違うなと思って両方が成立してて両方が隣にこう いいプロモーション効果になって双方によっていいものをもたらすってことがすごく感じてきたなと思っていて今うちで言うとあの中田泰孝と率いるカプセルというアーティストがもうバーチャル領域のアーティストになってしまって今この前も VR チャット上でライブをやったんですけどやっぱそれを、はい。 やっぱアーティスト発信でどんどんこう自分らを勉強していくとますますこの領域の可能性ってすごく感じていてそれがリアルのじゃあ今日聴く音楽に紐づいたりとかリアルで稼働する人たちになんか今までだとライブはバーチャルとリアルだけの発想だったんですけどバーチャルによってもたらしたものがリアルの日常生活の音楽になってくるとか,なんかそういう効果がからどんどん生まれてくるんだなってことを必死と感じてますね <うん S 2> ちょっと今中川さんびっくりしたんですけどカプセルがもうバーチャルアーティストっていう肩書きで。 活動し始めてるんですか。バーチャルの今そうですね。バーチャル空間というか、まあ VR 空間だったりで活動をメインとして今始まっている感じなんですよね。はあ、なんでこの前も VR チャットでライブした時もやっぱりその。うん そ,その領域好きな方々がすごく好評いただいたりとか有田、うん、さんファンもすごく好評ない,いたんですけど、はい、これをどうこれからいろんな人にもっと広めていくかってところが僕たちのもっと課題になっててうーんはいって感じですねいやでもちょっと木田さんなんかカプセルさんみたいな、まあ、中田泰孝さんって、まあ、本当にこう日本の中のこうエンターテインメントのトップに君臨する方だと思うんですけどその方がフィールドをバーチャルに移されたって。 結構インパクトありますよねいやめちゃくちゃありますねやっぱライブとかも私もリアルな中田康さんのライブ見に行ってたので、はい、あれがどうバーチャルでうん、うん、しかもどういう風なねあの展開というかプロデュースでやられていくのかとかすっごい気になります、うん、ひるやさんどういう風に見られますいやでもなんかすごいこの話希望だなと思ってお希望 <laughs> 希望希望なんですよ要は僕らのノーミーツはすごいオンラインの配信でお芝居作るとかやってやってるんですけどやっぱりコロナ開けて当然みんなリアルの 良さを再確認、うん、再認識するから今どん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 こうリアルにお客さんでまた流れてるなーって思うんですよねそれはすごくいいことだと思っててもちろんそうなった方がいいなと思うんですけど一方で、うん、やっぱりこう配信とかオンラインバーチャルってやっぱその場所性がまあいい意味で失われることによってより多くの方に見てもらえるってうん、うん、本当に大事な。あの あのアプローチだよなっていうふうふに思うと、はい、今、ノーミスとしてもどうやってバーチャルと ER を共存させるのかっていうことを日々考えたりするのでカプセルさんみたいなもうメジャーなアーティストさんがバーチャル行くぜって言ってくれるのはうん、うん、めちゃくちゃ希望だなって思いながら聞いてますねですよね でも中川さん、先ほどまあ、すごい希望だなと思うと同時に、やはりそのまあ、やっぱり今の。現状でのバーチャル空間で集まる方と、いわゆるリアルの方々の、ちょっとまだ。なんでしょう、差分というか、ちょっと違いがあったりとか、広まり方って、やっぱ違う感じですか、そこで。そうですね、でもそれって、何年も始まった時って、そうなのかなと思っていて。なんで、今の、まあ、メタバースとかって、言葉がすごくコロナの中で出てきて。 メタバース上の NFT だとか NFT も多分すごいそうだと思うんですけど一旦こうブームになってバッてバブルになってこうでも今こそ一番やるべきタイミングじゃないかなってうちは思ってて、うん、やっぱりこういう絶対なくならないものだし、はい、デジタルツインって言葉ってのは当たり前になってくると思うんですよねそれは当たり前にするために僕たちみたいなコンテンツを作る立場の人たちがコンテンツを出していくことだと思うんですよなんか初めはテクノロジーとは技術で素晴らしいことをこう 伝えていくんですけど、その次に僕たちみたいなコンテンツホルダーがやっぱこうそこに分かりやすいコンテンツを作ることによって、うん、その世界ってのは広がっていくんじゃないかなと思ってるので、そ、はい、ういう意味で今はまだまだですけど、これからそう伸びている可能性は十分にあるんじゃないかなと思うんで、さっきのデジャーツインですごく興味あった感じですね。僕さんチャンスです。<laughs> いや本当そうですね。あの <laughs> さっきヒロヤさんもその町、そのトノ門っていうこうちょっとこう色が ここれまででは分からないところでああいう AR で <laughs> すごいのをやるっていうもうそれをカラーにしてくれみたいな話があって、うんうん、本当にそうだなっていうかそういうつもりでやろうと思ってるんですけどそれをこうまさにカプセルのやつ僕もあのすごい VR チャット界隈の人から回ってきてすげえここまでやったんだカプセルはみたいな、うん、でもそある意味も最初から名前がある人が最高峰のチャレンジを結構無のところでやるっていうそ,その行為がやっぱり。 す,すごいというかあの、うん、やっぱり既存のところでなかなか組んでくれない人が新しいチャレンジをし,しようと一歩踏み込んでるっていう、うん、なんか本当にまさに虎ノ門はそういう人が集まる場になってほしいなというあのいろんな企業さんもそうなんですけどうん、うん、なんでここ,こでんだろうそれが掛け合わさったらどこまでいけるだろうみたいなことを正直こううまくいくかはやっぱりやってみないとわからないけどでも多分皆さん3人ともあれだと思うんですけどそんなに空振らないんですよ多分。 <laughs> あのあ多分ね新しいことをやる人ほど最低限ここは超えようみたいなのがあるんでそれがあるとる結構それがつながると結構価値になったりしてそれが一社だけじゃなくて複数のステークホルダーでやると、はい、まあステークホルダー固いこと言うと固くなっちゃうんだけど何かこれで突破できるっていうのは <laughs>、うん、本当にまさにそのコロナになってコロナも明けて。 それぞれのいいところも悪いところも分かった今どこにどうするんだっけみたいなこととか、うん、考えた時にやっぱりちょっと今やこの僕らやろうとしてるところはやっぱ価値あるなっていうのは、うん、あのやっぱり物理的制約超えられるってすごいよね、うん、みたいなこととか今もうすぐ、ね、言語とかも。 超えちゃうかなみたいな時代な時に本当に東京まさに東京虎ノ門じゃなくて東京濃度だみたいなところっあなるほど、うん、まあ結局やあのやってるんですよね先にあの、うん、まさに中川さんは、はい。なんかそういうところとつながれるとすごいこといける、うん、いけそうだなって、ね、やっぱり今このお話のあれだけで感覚として感じるっていう、うん、そんな感じですね。うん、大さんもはいちょっと街側の視点からもお話しますとこのリアルとバーチャルの可能性っていう意味で言うと。 なんか今は演者さんとかアーティスト側の立場でしたけど見る側の立場からすると、うん、やっぱり誰と一緒にコンテンツを見るかってそれによって楽しさが変わるわけじゃないですか変わりますねスポーツ観戦とか音楽のライブとか。うんうん、でこの街に来るとデジタルツインになっていてリアル上の観客とバーチャル上の観客が交じりながら一緒に離れたところに本来いるんだけれども片方の現実でおじいちゃんとお孫さんが一緒に街で何かできるとか<ー>そういうなんか 見るコンテンツを見る側の立場としても交わるとすごく面白いんじゃないかな、ね、と思いましたうふうに確かにそういうこともできるようになるわけですよね。はい、なんか私とかもまあ今日もあれあの結構最近イベントやっててもリアルな場だと多分全体のこう観客の2割ぐらいが来ててあとみんなオンラインで見てるみたいなことが結構セミナーとかでも増えてきているのでそういうことを考えると街のエンタメっていうものもそこにいる人だけを対象にしなくていいんじゃないかっていうところを。はい、遠隔地から入っっててくる人と一緒にうん ととといいいううことがでできるのかなにううに思いました、うん、でちょっとだけですね本当にカプセルさんみたいなあの本当にこう、まああのまあ、中田泰孝さんみたいな方がもうバーチャルの領域に行ってるっていうところ非常に面白いのでもうちょっとだけ聞きたいなと思うんですけど例えばボクさんそれを実現する時に、まあ、東京濃度ラボってあるじゃないですか、うん、どういう仕組みを使ったら本当にならカプセルのライブが先ほどの AR みたいなところにできるのかどういう,何でしょう,こう施設というか,、まあ、なんかあのサポートが得られるのかもしくはどうしたら実現できるのか。その はい実現可能性もちょっと聞きたいな、ね、と思ったんですけど。さっきもちょっと話したんですけどやっぱりあのトライしたい人たちがいるので、はいその舞台は例えば用意します、まああのこの前のセッションでも。 僕ととと杉山さんとあのの水田さんんの一緒に話してやっぱりここの舞台をそういうことをしたいうん、うん、でもやっぱりコンテンツどうしようみたいな,あなるほど。であるとか、うん、まあそういったなんか、まあ、ちょっとそれもまたねスキームとかいろんなこと言うと面倒くさいことになっちゃうんですけどでもやっぱりやりたいっていう人がまずいるっていうのが、うん、まず一番の圧倒的なところかなというふうに思うところですね。うん、あとあとはやっっぱりなんかうまくちょっと話が ぶれちゃうかもしれないんですけど本当にこうライブなんだけどアーカイブ的な体験としても面白なんか本当にライブの時はそうでもなかったけど後からアーカイブ見たらすごくなるっていう<ー>そういう価値も実はあの時こう,こうがあってみたいなある,あるかもしれないんですけどんかそういう方向っていうのもちょそのラボとしてはあのなんかやってみたいなみたいなこととか。うん あのまさにッテレさんもあの新しい野球中継の姿みたいなこととかをドル、うん、メトリックビデオとかであの今やってるんですけど、はい、それがライ,ブだライブでもひょっとしたらドラマーの席に座ったらとんでもないみたいなそういうことがあるかもしれないとか、うん、なんかちょっとこう気づかなかったことみたいなことをなんかあの提供できたりっていうのもあるかもしれないなっていうのは思っているのでなんかそういうチームでなんかこう面白いことっていうので。 まあ僕らとしてはなんかこう例えば今あのちょうど開業っていうこともあってこの秋にこういうイベントがやってるんですけどもう毎年必ず秋に一回もう何でもやろうぜみたいなおいいですねお金は集めるよみたいな <laughs> <か>杉山さんっかっこの格好いいな <laughs> あの拍手が会場からも出てますいいで集めする、ね、いいですね要はひ一人でやっちゃうと大変じゃないですか <laughs> うん、うん、でもまあそういうもんだよねみたいな感じでやるとむしろトライしないやつは。 クライクリエイターは来るなみたいな。<laughs> <laughs> めちゃめちゃ素敵そういう機会とか作れると最,面白最高なんじゃないかなと思ったりしみんなで作り上げたいですね。ね いやちょうどごめんなさい今日午前中に東京大学のディジェネラティブ、えっとまあ、都市設計みたいなところのセミナーに出ててでそこでなんか出てた話で今って、まあ、いろんなニッチな、えっと、トレンドが起きてるとでもニッチなトレンドをどうやったらこう、まあ、メジャーに持っていくかみたいなところをこれからの分散型社会の中で考えなきゃいけないって話をちょうど聞いた中で例えばやっぱりそのある意味森ビルさんとか虎ノ門ってある意味既存のステータスがあるんですけどもそこが最初からニッチとかいろんな挑戦というものを受け入れるみたいな形で。 でなんかその日チトレンドとか日チ挑戦というところもなんかすごく最初からなんでしょう、はい、大きなトレンドに持っていくみたいにあるとそうですねなんかそのこれからの分散化という時にここに来れば分散化でやってるもののこうプロモーションとか大変だっていうところもいきなりメジャーになれるかもとか世界に行けるかもみたいになるのがちょっと素敵そうですねニッチな世世界界も多多分世界中を探せば多くのあの 面白い熱狂だ。裏側に、たくさんの人がいると思うんですね。まあ、そういったものが、ここで発表されることによって、つながっていくような、そういう仕組みができると。まさに都市の多様性とか、表現する意味、意味でも、なんか、すごくいいような気がします。なんか、そういう。そういうステージにしたいです。ですね。はい、いいですね。ちょっとね、ここまで、いろいろと木田さん、話、あ。ひろやさんが、マイク、いいですね。あの、事例じゃないんですけど、まさに、このリアルバーチャルの可能性で、そのノーミーツが。今年の3月に。 あの下北沢の本田劇場であの演劇を上演させていただいたんですけどそれは劇場なんですけどまさに今話しているようなこうやってお越しいただいた方々は舞台をそのまま見る,見るけど配信で見る人には違うあの見方ができるっていう公演をまさにチャレンジしたんですよ。でそれがあの生で見た人は演劇の芝居がこういうふうに見えるけどでもそれを配信で見ると実は。 そのこの舞台上にカメラをめちゃめちゃ仕込んでいて。 実は舞台で見えなかったシーンを裏から見るとこれが行われていてそうすると物語の解釈が変わってくるよねみたいなこととかを挑戦したことがあってそ,なんかそれも、うん、さっきの話じゃないですけどそのこの場にいる人と配信とかそれこそ世界中で見てる人によって中身が変わるってとこまでできたら新しいエンタメになるなと思いつつただめちゃくちゃ難しくて YOU <laughs> はやすしで僕らもまだまだ実験途中なんですけどなんかそういう。 ここまでできると本当に新しいなんかジャンルとしてよりそのえと組み合わせができてくるなと思うのでそういうのでこの場で挑戦したいなっ,てちょっとあのまずまず思いましたという、うん。うひろ瀬さん素晴らしい仲間がここにいっぱいいると思うのででできると思いますよね僕さん <laughs> ラ,ブラブコールそういう意味でなんかお客さん,なんかそのクリエイター側と見る人との関係というのも。まああの さっきの,の Web3 とか NFT もちょっと変わった形でっていう意味では本当にそのファンマーケティングというか俺らが育てたぜじゃないけどなんかそういう新しいまたチケットの買い方とか応援の仕方みたいのもある意味テクノロジーで提供できてそういう人にちょっと特別なカメラを提供してでもそれでこう僕らは新しいトライができるみたいなそういうなんか 機械みたいのもこうみんなで協力するとできるなんか一社で全部やるって本当に無理なんでそれをこうラボでそれぞれのやり方みたいなことをこう共有し合ってそんな機会みたいなことができるとなんかそれぞれのところで新しいやり方みたいなことがやれるといい,い,いなというのは今すごい聞きながらちょっっとと思ったところですね素敵です、これは公開ブレストなのでこういう形でどんどんこうあのシナジーが結ばれていくと素敵だなと思いますけどここまで聞いていて、木田さんどうですかこのリアルとバーチャルというところで。 はいでもまさに今あのボクさんがおっしゃったそのみんなで育てていくっていうところにすごい共感したんですけど実はここだけの話あのリアルエンタメだけをやるっていうことにはちょっと絶望を感じていまして最近ここだけの話なんですけどリアルエンタメのテレビに出ちゃうけどねああさすがです全国放送されちゃうでもまなぜかというと例えばじゃこの虎ノ門を舞台にしたあの体験型イベントを作ったとしてじゃちょっと演技悪いですけどここに 弾が仕掛けられていて、い自分があのプレイヤーとして青か赤か切るか決めて青切ったらここは守られたっていうのでみんなからお礼を言われてでもその切る瞬間の勇気を持った自分が、まあ、私もいつもリアルイメージの脚本書く時とかにそれを日常生活に持って帰ってもらいたいと、うん、その勇気を日常生活でも生かしてもらいたいそしてその、やっぱ自分がいたからこの場所が守られたとかこの世界が守られたっていうような体験をしてもらいたいと思って作ってるんですけど。うん やっっぱりリアルイベントだとそれでで終わっちゃうんですよねで、うんうん、例えばすごい素敵なヒロインからお礼を言われてそのヒロインのことをまあすごい好きになってくれたお客様がいたりとかするとかなりその後帰り際とかに例えばグッズとかをご購入していただいたりとかをめちゃくちゃするんですけどやっっぱそこでで終わっちゃうんですよねうん、うん、ただそれがじゃあ例えばその自分が助けたヒロインと1ヶ月分通するとか。 1> 1ヶ月オンライン上で LINE でやり取りするでまたじゃあの虎ノ門のあの場所で何時に待ち合わせしようよって言ったら演者さんなんですけどいるみたいなんうん、うん、体験とかをこう作っていけると本当にそのリアルとバーチャルつないで,で自分がこう守った虎ノ門っていう街みたいなもの,もこう虎の門を虎ノ門見るときにその人の気持ち違います <laughs> あれ俺が守った街だからみたいな,<敵>な <laughs> そうそうそう,そう <laughs> みたいなこととかができるなと思ったので、うん、本当にそのずっとファン こう俺がこう育てた私が育てたみたいに作っていくみたいな話聞いて、うん、うわやってみたいと思いましたね。ほらいいですね。本当こう、はい、なんか町町自分の町って思えるのって、うん、その町になんか町のお店の人と会話ができるとか、うん、なんか自分のことを認識してくれなんかそれだけでめっちゃ幸せじゃないですか。はい。 でも多分お店の人もそうしたがってるしこっちもしたいけどその接点がないのをやっぱりそれはこう物語というか街にストーリーを入れてなんとかその中にそのお店入れちゃってこっちもなんかあのお客さんもコミュニケーションしやすい向こうもコミュニケーションしたくなるようなそういう仕掛けをそこそこに作ると。 なんかすごい素敵な街にどんどんなっていくみたいなそんなことやっていけるとんなんかそれがなんか最高なエンターテインメントみたいになるっていうかでも確かにイマーシューシアターとか作る時き演者さんに絶対お客さんの名前覚えてねってお願いするんですよ<ー>100人いても100人名前覚えてくださいってすごいっ、うんまあ、たら「おうさん!」って言ってってお願いするんですよ<ー>、はい、そこでやっぱり自分がそこに存在してるって肯定感が得られるじゃないですか。それをぐるみでで、うんうん、ここで スタッフさんもマジでできた、らすごくないですか。リピートしちゃう。でもそれやりたいよね。ある意味テクノロジーでできるというか、名前がここ大変時になんかちょっとこうまあ出出せるじゃないですか。顔認証してみたいな。あ、そうですね。お AI の力を借りして。 なんか昔ごっこ遊びしたじゃないですか。本当壮大なごっこ遊びですね。えー、ねやりたい。大人になってからできると思わなかった。ね、しかもなんかちょっとあのその役になればなりきるほど楽しいので、はい、ちょっとまあ設定を決めて、はい、なんならもうちょっとコスプレぐらいしちゃって街に参加するとなると、町に本当物語がバれてどんどん楽しくなりそうですよね。え王さん何がやりたいですか。昔であの木田さんと一緒に街を使ったイベントやったんですよ。うんうん、あ,あの時は一人が怪盗で一人が スパイじゃいでそれで両方でストーリーを解くと全体像が分かるみたいなことやりましたよね。はい 友達と別れて、怪盗とスパイと別れて、うん、この虎ノ門ヒルズの中、うろちょろしてみたいなの。<う>面白いかもしれないですね。すね面白そう。うん、チケットが T シャツとかかもしれない,い。うん、あ、確かに,確かに。あの服着てる人には、特別な手紙渡されるとか。うんうん、帽子も買うと、すごいアイテムを手に入れたみたいな感じでとか。え、面白い、うん。そういうの面白いですよね。経,、うん、経済が回って。いいですね。しかも、なんか、昨今あれじゃないですか。まあ、虎ノ門も、あのー。 アーチとかではオープンイノベーションとかあるありますよね。で、それももちろんその場でやってますけども、例えばそれ先ほどの T シャツとかで、なんか普通にカフェ行ったりとかコンビニ行った時もああの人話していい人だみたいな形、なんかそのそ、ね、なんかこうエンタメからなんかこうビジネスも生み出せるみたいな、うん、なんかそういうこともできてきそうな流れが作れますよね,すね。先ほどちょっと教会みたいな話をしましたけど、その従来の不動産の 領域を超えててがっていくことでできるのししいです、それは <laughs> しかもゲームとかエンタメとかいろんな演劇とか面白いことがここで起こ,起こりそうなんですけども、うん、さてさてではですねここからまあ本当にいろいろといいアイデアが出てきましたけどもその虎ノ門をエンタメ都市にというところでこの最後のですねセッションはですねボクさんとですね、えー、と杉山さんからですねこのお三方とならどういうことができそうかみたいなところのですねまああのラブコールというかまああのー。 これね、まあ、公開ブレストって言ってましたからブレストから何かアイディアを出したいなというところでお二方からこれはやったら面白いんじゃないかなみたいなところが聞けたらいいなと思いますけど僕さんから聞いてよろしいでしょうかそうかそですねちょっと段取りをあれしてもう結構今、話しちゃったい <laughs> ですた。本当に今,今最後の方で話したやつめっちゃ面白いなと思ってすごいなんかそういういう物語の世界とリアルの世界をつなぐインターフェースがあって ら誰もがそこの中になるみたい本当ファッションなんてもう見て分かると安心できるとか最,最高なんでそういうショーを作ってもらいたいですね中川さん、どうですかこういうショーを作るというところでファッションも巻き込みながら。 そうですね。そこはなんかもうあのさっきおっしゃってた話めちゃめちゃ面白そうだなと思ったんで、ああいうのに実際うちのタレントたちを巻き込んでいくとかうのがえっと面白いな聞いてて思います。約束してください。後悔です。やりたいですよね。すごいすごいすごい。ニッテルさんいるから大丈夫。でもドラマもあったら面白いですね。確かにその先ほどおっしゃってますよね。さんいらっしゃるっていうところでいくと、本が舞台のいやでも接点が多い方がいいので。 木田さんがおっっしゃってた最初ゲームとかから入るみたいなところドラマで入るとかいろんな切り口でやっていく中で実際ここに来てみると、うん、キュンみたいな感じのことが起きると素敵なのでいいですね、うん、ならウさんいかかがでしょうかやっぱりイマーシブシアターがこれだけ流行ってますけどやっっぱりどれもも施設の中に閉じこもってるんですよね今日の皆さんのお話を聞いてるとやっぱし施設から出ていかないとだめで、はい、もう街全体がそのイマーシブシアターの劇場になっていて、うん、それぞれ役割があって。 もうなんならカフェに行ったりとかホテルに行ったりとかして、うん、物語で進んでいくっていうのは本当にもうやりたいです。やりたい。たい素敵。このメンバーだったらなんかできるような気がやっ、ねね、素晴らしい。はい、でもいいですよね。本当にこの東京ノーデとかステーションタワーはプールもあったりとか、ね、ホテルもあったりとかホテルもありますし。しプールもあれば、そうですよね。いろんなショッピングできるところもあるし、さまざまなことがあるので。なんかボクさん今な何に。いやいや余計なこと <laughs> <laughs> いやいやいやサ,サスペンス的なことを書 <laughs>、うん、いてや素晴らしいありがとうございます。それではですねまあこういう形でなんか一緒にできそうなところがある中でぜひですねまああの広谷さん中川さん木田さんの順番でまあ今までも本当にこういうことやりたいみたいなところのお話しいただきましたけども改めてこの東京ノードに期待するところを一言ずついただいて、えー、終わりにしたいと思いますが木田さんあすいません広谷さんお願いできますでしょうか。はいありがとうございます、まあ。でも本当に僕最初に言った通り僕はやっぱあの A.R. の あの一つの,あのビジュアルが相当インパクト強かったなと思っていて、うん、あれをやっぱりこう軸にした街中も巻き込んだなんかショーコンテンツというか体験ってすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりはしたんですよね。うんうん、でなんかそこが実はまだ僕やっぱ街中の人いろいろ作っていてまだどこもできていないチャレンジだ じゃないかなっていうふうに思うと、うん、これだけのチームが集まってるんだったら、そこの技術一本だ方で行ってみるっていうのも一個物語があっていいし、そこがどんどん広がっていくとかっていうことができたら、すごく空の門が盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひチャレンジしたいなと思います。イえイありがとうございます。パチ,パチパチパチ。では中川さんお願いします。はい、なんか僕ら最近その前 D&N、NO、エンタメ業界にいて思ってたことって。 今までの日本って権利を守ることであのご飯を食べてきてこれから権利を使う時代なのかな使って稼ぐって時代になってくると最近すごく思っていてそういう中でこういう壮大な実験場ができるってすごく可能性を感じるなと思っていてやっぱり大企業の方とかテクノロジーを持った方っていうのは多分壮大な実験をしたくてこういう場所を作ってその実験にはコンテンツが必要だってことは絶対にマッチするなと思ったので僕たちはその壮大な実験の コンテンツ側として一緒に組めたら面白いなってすごく思いました。うん、わあ素敵パワフルですね。ぜひこれでトラノモを世界にも一緒に広げるみたいな形のものできればと思うんで、はい、中川さんありがとうございます。ますそれでは木田さん。 はい、やっぱりあの今おっしゃった壮大な実験場がこの虎ノ門という街にあるのが素晴らしいなと思うのでこの虎ノ門という街が1つのキャラクターになっていってでそこにたくさんのストーリーが生まれていくようなまあ実際の体験そして今日の軸にもあったそれからつながるまあ例えばドラマ展開だったりとかあのキャラクターとずっと LINE でやり取りするようなバーチャルの展開だったりとかゲーム展開だったりとかを経てずっと継続的に10年後も20年後もお客さんがここを楽しみに来れるような場所でそれにはサスペンスがあったりラブストーリーがあったり。 ストーーがあったりとか、本当にいろんな物語が埋め込める。舞台のもう可能性がすごくある。ある意味フラットな素晴らしい場所だなと思ったので、そういったその未来ずっと続いていくような。新しいメディアとしてのコンテンツっていうのを、ここを軸に開発していけるとすごく面白そうだなと思っております。さすがでございます。ありがとうございます。なんか木田さんの話聞いてると、なんか虎ノ門が故郷になるみたいなね。 なんかそのいろんな体験してなんか自分の思い出とかなんか載ってるようななんかあえて東京の真ん中なのにふるさとにもなっていくようななんかそういう感じをですね受けるセッションでしたそれではですね以上をもちましてえ日本テレビセンサーズのえー公開収録を終了させていただきます実はですねこの様子というものは10月19日ですねえっと放映いたします TVer と Hulu でもえ流しますのでぜひこちらもチェックしていただければと思いますはいそれではですね以上をもちまして終了となります登壇者の皆様どうもありがとうございましたありがとうございまし ありがとうございました。